せっかく勝山へ来たんだからね、クジラでも食べてってください。食べてください、うん、ありがとう。ちょっとあのこちら食べたことないんではいちょっとなんか怖い怖い大丈夫です、美味しいから。美味しい。初めてこういう感じのお料理を。牛肉でもないしそう、肉でもないし魚もないし、不思議な味でしょ。うん、不思議な味ね。そうです、美味しいですよ。うん、おいしい。うん、とてもこれは生姜の味がとてもしますな。効いてますね。うん、はい、おいしい。こういうお料理はお家で代々教わってきたというか受け継がれてきたものなんですか？そうですね、子供のとあの頃から食べ慣れた、やっぱりお袋の味ってよく言いますけどね。こうしたり佃煮にしたりで、子供の時からよく食べたけど、今は全くも食べられません。夏ちょっと一回食べる程度。最近は、若い人とかこういうレシピ、クジラのお料理なんか作れるんですか？私たちみたいには作れないですね。若い嫁さんにもね、作れるようにね、なってもらわないと。私ももう75歳ですから、そんなには作れないから、もう受け継いでね、しっかりとやってもらいたいです ね、 ね、ええ、普通に私たちが生活している中では全く遠いものに感じているけれども、ちょっと場所を移しただけで今でもこれだけ関わりがこう残っていたりするものがちゃんとあるんだということはちょっと驚きました。どんどん変わってるね、私のイメージがね。日本人とあのこちらの、世界、今のクジラの墓にいるんですけど、なんかそれもなんかすごいリスペクトがある。クジラが食べるが今こういう2007年間、ちょっとそういう残ってる文化は分かる、まあ分かってきた。なんかそういうなんか おばあちゃんたち、おじいさんたち、まだちょっとそういう懐かしが、子供の時は懐かしの味がするわ、それ分かってきたんだけどね。それは誰でも分かると思う、ね、だから興味たい、ちょっと分かってきたんで、それはいいことだ。